太刀についての御用があればお役に立ちましょう。刀鍛冶をお探しですか？あの道具は太刀のことならお任せを。今少しお待ちを。酒井様、十分な素材をお持ちください。その太刀、どうか我ら。私の名は元宝。疲れた民を励まそうと努めております。良い心がけだな。菰田の浜で亡くなったお侍様たちを忘れないためには言葉だけでは足りません。そこで武家の家紋が入った旗から勇気を授かり、猛虎に屈してはならないと皆に伝えようと考えております。他の武家の旗がありましたらお持ちいただけるでしょうか？
ямар ч урмаар атал. Зөв. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Яг юм харсан та. Тэнд байна уу? Юм аа. Ямар нэг юм харв уу? Тэнд харах та күл байна. Боссад ирч мэдэн зэрэгчтэй бай. Дараа мөс чадахгүй. Тэнд бай. Агу. Тэнд бай. Арчин. Гүн хоёр айно мэддэр. Угсан самурай. Бүгд залаад хайж ол. Тэнд бай. Тэнд хоригдэг хүл бай. Тэгтэй болгомжтой. Дараа мултарч чадахгүй. Барчла. Яг уу. Зивсэг. Чиш.
走れ、そろ。小松の村に住んでいるんです。危ないところをありがとうございました。殺されるかと思いました。奴ら飯も食わさず死ぬまで働かせるんです。もう案ずるな。手を貸してくれる者は。筒で家族とはぐれてしまい、大浜の集落への道で追いつこうとしたのですが、猛虎の野営があるとは知らず捕まってしまいました。始末しておこう。だが街道には近寄るな。恐ろしいことです。どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ助けを求めに行ったようです。生きておればクス氏に見せるが、死んでおればムクロを燃やす。猛虎は神社をないがしろにしている。
僧に知らせてやるか。向こうから煙が見えました。ありがとうございます。病は抑えられるのか。後ほど井戸を封じて誰も水を飲めないようにいたします。助かりました。曲法を見
目を澄ましてぞ思われる。避けても未だ身は世にありて。Das Zapfstart, Jamai!
出し、天狗を相手にある取引をした男がいると言います。しかしその後姿を消したとか。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、別荘もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何用か申してみよう。村の春尾がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと。それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。やすんべ、さあ来い。アムカセルネソグラスオロスフィルディアゴルペyou
ハルオとやらはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。誰かの飯食ったばかりだ。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。晒しぬのか。わずかに血が。おそらく朝出だな。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。村からは無事に出られたか。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた。神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ。誰が来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか。馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれりゃな。もうすぐださっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。蟻塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃあ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマウラから猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。トータロー、騎兵、大変だ。どうした。みんな置いてきたのか。小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数えきれないほどです。戦える者は俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は手近なものを使え。猛虎だ。四方から来るぞ。隠れ。ベリー、やっぱり。どうぞ。侍。どう。
新手だ。逃げればよかった。ノッターだ。さらに来るぞ。もう戦えねえ。武将どうした。どうした騎兵、危ない。ただの百姓なのに。誰か深手のやつなんだ。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは蒙古から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、蒙古が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。止まれ、野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうとも、かくまってやってくれ。ですが、信用できません。こやつらは蒙古と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。蒙古が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。Thank you.